感情線奪い合いの連鎖、終幕はどこで見られるだろう。命を預けた天秤は推定無罪を要して、その責任を立てる勇士も不用品となってしまった。どうして、どうして、どうして、この手じゃそんな小さな心にうまく触れない。ああ歪んだ運命はいつもの金色の翼、謎を盛りかざして刃が手のひらを返し過ぎたら、それは辻褄が神に背き出したるま、たとえ狂いない未来としても正確に描ける。どうして僕の名前を呼んでよ、まだ脳裏に焼き付く Stalker。 くだらない夢の続きや、あの丘目指して僕らは笑えたはずだったのに。これだけの苦痛を抱え